回線ゴミなら3時間かかる。終わり。終わり！タイマーの腕はあるね。あれ、どこで取れるかな？結構、チャプター3ぐらい取れる気がする。13-2 とか出すんじゃねえよ、小賢しい。これじゃ、あー、高え！ 6500円！ 終わり！買おう。買うを。え、もう、10はいいんだよ。10-2 だけ別売りしろよ、詐欺師がよ。なんでこんな俺バカみたいに買わなきゃいけない。買ったっちゅうの、もう8000円で。セットじゃねえよ、俺が欲しいのは。ダウンロード3時間終わった。行ってきまーす。それじゃあ、この枠は終わり！さっぶー。気違いだと、あ、もうあのタクシー拾っちゃおう。寒い。こんばんは。あ、こんばんは。あの、すいません、あの、大丈夫ですか？大丈夫です。閉めますね。はい、はい、ちょっと動きます。はい、大久保駅、あの、ゲオってわかんないですよね。あ、あの、大久保通りのゲオ。はい。あ、はい。そこ行ってもらっていいですか？それじゃ山手通り右で大久保通り入りますね。わかりました。寒いっすね、今日めっちゃ。そうですね。めちゃくちゃ寒いっすよね。電話しながら行っていいですかね。あ、お電話させてもらっていいですか。あ、どうぞ。はい。いや、あれだね。タクシー拾えてよかったね。よかったよかった。松井みたいなセンター分けやが今って歩いてたからだよこれ。なんで松井ディスってんの。いいじゃん別に。松井のセンター分けクソかっこいいじゃん。松井と井川のセンター分けめっちゃいいじゃん。まあよくないあれ。配信って言えよ。なんで配信って。日本語喋れ。井川のセンター分け超いいじゃん。電波いいね、すごいね。電波めっちゃいいね。紙片に当たってよく見えるね、このあれで。タクシーの人に松井好きが聞いて。やだ。俺そういうなんか、お仕事してる人に迷惑かけたくないから。サービーマジでやべえ客だと思われてる。否定できねえだろ。うわマジで寒かった。こたつで見てる。羨ましい。池沼だと思われてるマジで。お前何歳だよ。やべえな。今年31歳ってやばいよね。初見主さんイケメンですね。あの、よく言われる。ありがとうございます。あ、寒い。結構すぐですかね、運転手さん。結構すぐ着いちゃう。あと、俺、1万円札しかないですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんかさ、あれじゃん、そのタクシーでさ、ワンメーターとかでさ、1万円出す客ってすごい嫌じゃん。大阪とかだと断られますよね、運転手さん。あ、見たいですね。ねえ、断られますよね。断られた記憶があるわ、昔。20歳ぐらいの頃に。だから大阪人はクソなんだ。もう極論すぎないかそれ。あ、もう中野坂上駅まで来たよ。
会話続かねえってそりゃそうでしょ。でここで盛り上がったらお互い病気だぞマジで。意気投合したら、一回でも俺意気投合したことあるんだよな、タクシーの運転手さんと。なんか79歳ぐらいで、79歳で働けるってすごいっすねみたいな。40年に一度の寒波なのマジで。そりゃ寒いわけだ。難しくない別に。ツイキャスはアリーナとかないから平等なのにニコ生捨てようが嫌だ。俺はもう骨をうずめる覚悟でやってんだ。つうか11時半失敗したな、早く着きすぎちゃうな。それまでツイキャスで暇つぶしてようかな。暇つぶしになんねえんだよな。でもこんなクソみたいな環境で米なんて読めねえよ。別に全然そんなことないよ。あー、なんかでもあれなんでしょ、お前緑とニコ生以外やらないって約束じゃなかったらしてねえよ。ただあのー本丸はニコ生に絶対置くよ俺は。本丸は。てか俺動画も YouTube に上げたいし、昔大阪ちょっと住んでた2ヶ月ぐらい。もう暗くて分かんないでしょ、こんな連中に混じってコメントするの恥ずかしいよ。あんま変わんねえよな。今年の12分の1終わるって早くに。早いよねもうね、あっという間だよね。なんてことだって感じだよね。なんちゅうことだ。よく見えるね。俺のあれだと全然見えてないんだけど自分の顔が。あと何分ですかね。多分あと5分ぐらいじゃない。もう多分ここ右曲がったらすぐ着くと思うよ。ヤギのゲーム1000円で息子を買ったよ。何それヤギのゲームって知らない。あ、パソコンから見てるから。なるほど、そういうこともあるのか。ツイキャスはなんか携帯で見てるイメージなんだよな。帰りどうすんの、タクシーじゃろうが。あ、帰りぐらいは歩いて帰ろうかな。あんま早く帰りすぎちゃっても微妙じゃない。こんな運転手に話しかけるような客いない。そんなことないでしょ。やっぱ電話してたらやっぱ運転手さんも気使うでしょ。歩いて帰ろうかな帰り。しかもね、道中ね、もうほんと小道をずーっと。一応でも1万持ってきたから大丈夫。1万あれば帰るでしょ。凍え死ぬかな。なんか食いながら帰ろうかな。食いながら言うてあと30分だぞ。まあそっか、だすぐ買って帰ってきて多分歩いて20分で家着くから、まあったかいもん食いながら帰ろうかな。ローソンかなんかで。みんなその間ポッケで待っててな、ポケットの中で。俺よく彼女とかいる時やるんだよな。俺寂しがり屋だからさ、電話しながらよく仕事帰り電話するんだけど、ちょっと今から買うからポッケ入っててって。それが超絶可愛いって言われる。超絶。酒なんて入れねえよ。ゲームすんのにお酒入れたら俺喋れねえよ。喋れねえ。さっきまで外いたけどやばいよ。やばいよね。あ、着いた。ありがとうございます、運転手さん。あ、こちらですよね。こちらです。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ちょっとポケでみんな待ってて。
360円になります。ですね、多分ちょうど、ごめんなさい、500円玉めっちゃ汚いけど大丈夫ですか。大丈夫です。1560円でお願いします。560円で、はい、それで200円のお会計になりますね。ちょっと寒いに気をつけてください。いただきますね。はい、お忘れ物とかないよね。あ、すみません、領収書いただいていいですか、一応。すいません、私はその忘れ、はい、すいません。はい。ありがとうございます。ちょっとさ、外で。あ、ポッケに入ってる。ちょ、ポッケに入ってくんない？ポッケに入ってくんない？ちょっとだけ。ポッケに入ってくんない？すぐ帰ってくるから。